ジェニー・モンチニーはベルギーの画家である。ヘントに生まれた。父親は法律家で政府の役人や委員会の委員も務め後にヘント大学の法学部の学部長を務めた人物で母親はイギリス出身の女性だった。18歳になる頃、画家になろうと思い、1893年にベルギーの画家エミール・クラウスの作品を見て、 当時ウェストイコールフランで練習のダインゼに住んでいたクラウスのもとに通い他の何人かの女子生徒と子外で行われた絵画教室の生徒になった。1895年頃からヘントの家からダインゼに通い26歳年上で既婚のクラウスと愛人関係となりこの関係は1924年にクラウスが亡くなるまで続いた。1902年に ヘントの展覧会でデビューし、パリの展覧会にも出展した。1904年から、ウエストイコールフランで練習のドゥールレに、弟と住むようになった。クラウスや、アンナ・ボック、ジョルジュ・ビュイスラが1904年に、ブルッセルに設立した美術団体、ビール・ミエールのメンバーとなった。第一次世界大戦が始まると、ロンドンに避難したクラウスの後を追って、ロンドンに移り、 ロンドンでは、婦人国際芸術クラブの会員として活動し、ロンドンのグラフティング・ギャラリーズで開かれた展覧会にも出展した。対戦後、ベルギーに戻った。クラウスの死後、1923年にフランスの国民美術協会の会員となるが、モンチニーノへのスタイルはもはや人気のないものになっていて、家族や友人から生活の援助を受けなければならなくなっていた。没後、 忘れられた画家となっていたが、1987年に、トゥールレとダインゼで展覧会が開かれ、1995年に大きな回顧展が、フランス、ポントワーズのピサロ美術館で開かれた。ありがとうございます。